いやー、さきちゃん、ご飯美味しかったね。この後どうしよっか。まあ、まだ帰るにもちょっと早いかなとも思うんだけどね。どうしようかね。あれ？あれはなんだ？あれはホテル？ホテル？あ、ホテルだ。ホテルか。あ、ホテルね。あ、ホテルね。まあ、ホテル行くみたいなこともありなのかなとか思ったりもするんだけど、どうなんだろうなっていうか、ちょっとどうなんだろうね。ホテルに行くみたいなこともありなのかなと思うんだけど、まあまあ付き合ってないからね、俺たちね。まあ何か遊んではいるけど付き合ってないから。でもなんかこう付き合ってない男女が行くこともありますって聞いたことあります。どうなんだろうなっていうのちょっとあるんだけども、まあなんかこうベッドとかもあるっていうし、まあ一回行くだけ行ってみるっていうのは、なんかシャワーとかもあるっていう一回行くだけ行ってみるっていう、カラオケもあるっていうから行くだけ行って、全然動かないね、全然動かないね。そっか、まあ、やっぱ行きたくないか俺とはね、そういうのはね。そういうことじゃない。え、どういうこと、どういうこと。ホテルが怖い。何ホテル怖いって。ホテルにトラウマがある。え、どういうこと、どういうこと、うん、あ、昔ホテルの前通りかかったら、あ、その当時の彼氏と知らない女が出てきたんだ、二人で。あ、それ見ちゃったんだ、浮気現場を。あ、なるほどね。あ、そういうことか。嘘だよね、それね。いや、嘘だね、それ絶対に。いやいや、信じない信じない信じない。いやいや、いいよ、その行きたくないならまっすぐ行ってくるとか、こっちも助かるから。いや、気使わなくていいから。いや、嘘。いや、信じない信じない。いや、信じない信じない。いや、嘘。いや、じゃあさ、ホテルが怖いって何？浮気現場見て男怖くなるとか人間不信になるの分かるけど、その現場が怖くなるって何？そんなトラウマ俺聞いたことないんだけど。嘘でしょ絶対。まだ本当って言うんだ。じゃあ分かった、信じるよ。じゃあホテルやめよう、家行こう。ホテルじゃない、家行こう。人んち怖いってなんだよ。人んち怖いって何？あ、昔友達ん家行ったら、その友達が、あ、犬飼ってたんだ。あ、その犬にさきちゃん噛まれたんだ。だ、犬怖くなんだよ普通だから。犬も怖くなんのよ、犬トラウマになんのよ。で、その現場怖くなってんのよ。だから現場怖くなんのおかしいから。本当なんだ。じゃあもう分かった、それも信じよう。じゃあもうさきちゃん家行こう。だって行けるもん、実家じゃないもんね。うちんち怖いって何？もうそれむちゃくちゃよ、うちんち怖いって。何、昨日なんか家でそのホラー映画とかそういうこと？違うの？何、昨日会社で、上司に怒られたんだ。あ、で、すごい謝って落ち込んで帰ったんだ。なるほどね。ほんで、化粧落としてお風呂入って、お風呂上がってパックして、あ、プリン食べたんだ。ほんで、歯磨いて布団入って、あー怖かったって。何それね。あー怖かったで家怖くなるって何？それ会社怖くなればいいのよ、上司怖くなればいいのよ。最後の一日の締めの、ああ怖かったで家怖くなるっておかしいじゃんそれ。もういいよ、じゃあ家行かないよ。もう公園でしよう。もう俺しようって言ってるけど、公園でしようって言ってるけど、もうしようって言っちゃうよそれは。いや嘘。いや公園怖いな、嘘だな。だって俺ら先週公園行ってるもん二人で。で、公園怖いや、嘘。いや嘘。いや公園は別に怖くない、絶対に。公園はダメか普通に。そうか、公園はダメか、マナー的にね、モラル的にね。そっか、ダメか。そうか、じゃあまあ諦めるわ、そこに関してはもういいや。ちなみにさきちゃんってさ、俺のことさどう思ってんの、ちなみに。あ、優しくて誠実な男性と思ってくれてるんだ。嘘じゃん。優しくて誠実な男性はさ、ホテルの前でこんなに怒んないのよ。女の子にこんな怒んないし、公園でしようって言わないの。全然違うから、本当のこと言って。あ、ご飯ごちそうしてくれて、欲しいもん買ってくれて、タクシー代をくれる都合のいいやつ。もうちょっと嘘つこう。